問題です。お化けの旧太郎の旧太郎と、サザエさんのナミヘイさん。頭の髪の毛が多いのはどっちでしょうかこれは結構、有名な謎なぞです。答えは、ナミヘイさんでした。ナミヘイさんは耳の上あたりにたくさん毛が残っているのです。それはさておき、毛が3本のお化けの旧太郎は、1964年に、週刊少年サンデーや、小学館の学習雑誌で、連載されたギャグ漫画です。 ごく普通の家庭に住み着いたお化けが引き起こす騒動を面白おかしくれがました。作者は藤子不二雄。藤子不二雄は藤本博史と阿ビ子モ島の共同ペンネーム。1951年に連名でプロデビュー。共同作品はお化けの九太郎の他にファーマンなどがあります。その後、1988年に二人は独立します。それ以降はそれぞれ、藤子 F 不二雄。 藤子不二雄 A のペンネームでそれぞれドラえもんや笑うセールスマンなどの大ヒット作品を発表しています。旧太郎はどうして生まれたのでしょうか漫画やアニメによって状況の違いがありますが、いずれも卵から生まれています。初めて旧太郎が登場したのは1964年6月発売の週刊少年サンデーです。この時は翔太が友達と忍者ごっこをしていた時、 林の中で卵を発見しました。その卵を地面に叩きつけて割ってみたら、旧太郎が出てきたのです。当時は忍者ごっこが子供の間で流行っていたんです。白戸三平の、サスケや、横山光つてるの、伊賀の影丸、などの漫画作品が大ヒットして、忍者ブームが起こっていました。毛は何本旧太郎の毛は3本なのは、周知の事実でありますが、実は、登場当初は旧太郎の毛は3本ではなかったのです。 よく見ると最初の登場は、旧太郎は髪の毛がたくさんあったのがわかります。たくさんと言っても、10本程度ですが、ではなぜ、途中で3本になったのでしょうか。実は、お化けの旧太郎をアニメ化するにあたって、制作会社が、ふさふさした頭では毛が動かしにくいと、3本にしてしまったからだそうです。アニメの主題歌で、頭のてっぺんに毛が3本、と歌ったこともあり、旧太郎の3本の毛はトレードマークになり、結局、 漫画の方がアニメに合わせるという形になりました。漫画はアニメ化すると大ヒットしますからね。アニメが原作を変えてしまったのです。水木しげるの墓場の鬼太郎はゲゲゲの鬼太郎にタイトルが変更されたのもアニメ化が原因なのでした。旧太郎はいつも裸なの。旧太郎は裸ではないのです。ちゃんと服を着ているのです。バケトロン、バケミロン、という架空の素材の一枚布です。この素材はマジックなどで、 慈愛を書くことが可能で、抜いて放置しておくと汚れが落ちるそうですが、洗濯すると縮むそうです。服の中を見られることは、お化けの国でのごハットだ、と言って、九太郎はカくなナに嫌っており、中身がどうなっているのかはわかりません。ただ、足の方だけ見せている画像はあります。足元だけですがこれが九ちゃんの服の中身です。さらに調べるとこんな画像が出てきましたが、真実かどうかは、定かではありません。 九太郎のじゃんけん。週刊少年サンデー。1966年13日号に、九太郎と、おそ松くん、のちびたが共演しています。赤塚不二夫と、藤子不二雄の当時の豪華共演ですね。この漫画の中で、九太郎がちびたと、じゃんけんをしている絵があります。ちびたは九太郎は指がないので、グーしか出せないと思い、ファーを出しますが、九太郎は見事にチョキを出しました。ちびたがびっくりしています。 九太郎は意外に器用でチョキも出せたんです。連載終了の理由。1967年当時、まだまだ人気があった、お化けの九太郎でしたが、ある理由をもとに、連載が止まりました。理由は、アニメのスポンサーだった菓子メーカーの、おば級関連の商品がだんだん落ち込んできたため、スポンサーが新しいキャラクターの検討を始めたことが、きっかけになったのです。スポンサーの商品戦略により、 漫画連載とアニメ放送は1967年に、ファーマンに切り替わる悲しい形で終了となりました。ファーマンはお化けの九太郎の人気にはかないませんでした。劇画、おばきゅう、その後も1971年に続編漫画が連載。2作目のアニメ、新お化けの九太郎が放送されるなど、1967年まで読み切り作品を含めて掲載が続きました。 その6年後の1973年に、劇画、おばきゅう、藤本単独作品が描かれました。この作品は、フジテレビ系列のトリビアの泉でも紹介されました。それまでのお化けの旧太郎の内容とは、全く異なる作品です。あれから15年後、翔ちゃんは大手のサラリーマン、15年ぶりに旧太郎と再会します。友人たちを集め、思い出話、未来の話に花を咲かせます。 集まった者たちはそれぞれ成長し、大人になっていましたが、旧太郎だけは昔のままでした。15年前とは何かが変わっていました。懐かしさと、子供時代への決別の寂しさを、劇画タッチで描いた哀愁漂う作品に仕上がっています。なぜ旧太郎なの一、小田急線に乗っている時に、小田急から、おば急を連想し、そこから、お化けの旧太郎、 というタイトルを思いついたそうです。藤子 F 藤尾作の漫画、スタジオ、ボロ物語にて、この由来が記載されているそうです。小田急線は、鉄道ファンの間で、小田急線と呼ばれているとか。に、藤子藤尾 A の話によると、お化けの丸太郎、というタイトルが最初に決まっていたそうです。丸の中に合う言葉を探していたところ、小説家の安倍工房の本の中の、Q の文字が目に留まり、愛嬌があるということから、 九太郎となったとか、原作者が言っているので、どちらかが本当の由来だと思われます。以上、今回は子供の頃を思い出しながら、お化けの九太郎についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。